つもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回は週刊黒金の後ろマジンガー Z の98号のステップ8を作りたいと思います。マジンガー Z の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。これまでの98号の今までの動画も再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてタンサックはアシェットさんやデアゴスティーニさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価いつもありがとうございます。それでは早速ドリルミサイル発射状態の組み立て作っていきます。頑張っていきまーす。7番のドリルミサイル発射前状態の組み立ては発射する前なので、なんか腕につけるっぽいので、違うかな、ちょっと飛ばします。でステップ8のドリルミサイル、これがドリルミサイルなんだけど、これはなんか発射前状態と発射状態だけ同じものですよって書いてありました。じゃあまずこれを全部切っていきます。おにぎりみたいだね。あのおにぎり作る時にこういう丸い穴が開いてるの知ってますか？でここの丸い穴を押すとおにぎりがこうギュッてなって、あーなんかこの入れ物から出せないっていう時にこの真ん中の穴を押すとおにぎりがその型と離れるっていう、最近見ないな、うちにはないな、小さい頃お家にありました。それで私はおにぎりを作っていました。そしたら中身が違うので違うもの同士を接着。向きあるかな？ありそう。はい、おむすびがいっぱいできました。結構分厚めのおにぎりだわ。そしたらこれ開ける。うん、長さが違う。短いやつと長いやつがある。じゃあ短いやつから やろうかな。太い、あ、ちっちゃい穴と太いのがあるけん太い方に入れて、さらにこれをピッと入れる。パラソル、開く前のパラソル。ん？待った。いろんな大きさあるんだ。なになに？別に何でもいいのかな？そうか、すごいな、全部同じじゃないんだ。うわ、形違う、これ
全部の分があるんかな。お、食べれてる。あ、あった。あ、ない。あった。いやー、なんかはめるの大変。はい、これで全部できました。で、これをこの中に入れるっぽい。よいしょ。大きさどうしよう。お菓子みたいだな。お菓子の国。うん、結構しっかり入る。これがなんかこう丸くなってるのが外側。あ、これ長いな。うわ、めっちゃ重たくなってきた。お、結構しっかり入ります。ほら、落ちてこない。はい、これでドリル、違う、これがプシュ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 、これがこういくわけじゃなくて一本ずつプシュ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 と出ていきます。はい、ドリルミサイル完成。これ実は全部、あ、わかった。どうやら2本ずつの長さのようです。なんか注射みたいだね。なんか注入されそう。はい、じゃあ98号はこれで完成です。次回99号でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。